急に大阪。まあでも今日帰りやから帰るってことはないと思うんだけどな。運転中な気がすんねんな、俺。出払い。うん。既読も使えん。てか、どっか行くとき、言ってから出てほしいな。なんか、パネルみたいなの書いていただくんか。ああ、外出とか。外出。行き先、汽車何時みたいな。絶対やらへんな。かけてもいいけど、やらんな。絶対忘れてますよ。その時間を。出てったっていうのかな。おっしゃ。あ、これできた。え、何が？何？ああ、おかしい。さて、何？携帯音を消しといた。はい、大丈夫。車置いて。車置いて、こっちはね。はい。あれ、営業マンおらへん。何や、全然問題な、ほんま。営業マン。はい。営業マンがいない。こういうのでもない営業マン、ほんま聞いとかなあかんねん。欲しいって言ってる人のところに届かんとあかんでしょ。僕がこのライアミノをこの31ねリリースしたんだけど、これ一番最初のプロットというか試作ね、池原で水面にポチャンと浮かべてたらふーパクって食うよっていう、そういう釣り方を西川君に教えてもらってやってみたらさ、マジかっちゅうぐらい浮いてくんやんか、この魚の形のワーム、うん、だからこれ魚と思って一瞬見えてるんだろうなっていう感覚の釣れ方がするんで、突進の仕方とかね、うん、そう、それで作りました。でやっぱり IG 系というかゆっくりただ引きで、まっすぐ泳いできて、後ろの、まあ、シャトテールはこう動くんじゃなくてほんのちょっと動くだけっていうのがまあ効くなと、もしくはこいつが効いてるんじゃなくて後ろでブレーキをかけてこいつがまっすぐなりました、で真後ろから魚がつきます、その時に多分渦ができるというか、ウワンウワンウワンってね、ウィーンってなってる、その渦ができた状態で鼻の真前にある状態っていうのがどうも魚が気になる、でそいつがほんまに超気になったらこいつから下に潜ってこう食う感じなんかな、こう回りながらとか、あと水面に置いとく、プカ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 、魚を見て食うとるやつらは勘違いするやつもおるんやろね、小魚に見立ててワームの釣りをするのに、例えばスパテラの4インチね、あれなんかどちらかというとミミズの形をしてるようだけど魚なのね、まあいつも言うように、でもそのいわゆるリブのあるちょっと塩が入った比重のある程度あるものと比べると違う食い方するのがこの魚のワーム、小魚ワームで書いてあるよね、ここはね、パッケージに小魚ワーム、うん、そう、この小魚のワームの特徴かなと。なので、このタイプは素材を浮く素材、うん、浮く素材プラスここに微妙な空気質を設けて浮かしてます、はい、一番重要なところね、これここ、このレジスターテールという名前をつけて言いにくいからあまり言わないんだけど、この抵抗体っていうのが上下対称、左右対称で後ろが分厚い、すると水をグッと引っかいて整流しながら動くのね、ふにゃ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 って過細く泳ぐ、まあまあでもそれって抵抗があって、それの証に例えばこれ水面パンってパコーって言うでしょ、ポッピングライアミノをね、パコー言うじゃないですか、あんだけ結局後ろに負圧を作れるのね、これでも、でこいつを外すと今度は水がスパーン抜けます、で抜けるとどうなるかといったらボディ全体でバタ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 って揺れます、トゥルッてやったらこの今の下の音ね、ドゥルルっていうぐらいの抵抗が来るぐらいにボディが揺れてるのね、でそれでジャークしてツルツルだとか、まあどちらかというと
ラージも食うけど、例えばスモールなんかそういうの好きやね。あと海の魚ね、うん、そういうようなアクションが生まれるのがこのテールを切った状態で、あとはジグヘッドにすると抵抗体がなくなるので、水を逃がしながら、この例えばジグヘッドでチョンチョンチョンってこうミドストとかね、中層トレースすると、ロールの動き方が変わる、うん、トゥンとこう逃げながら来るんで、まあ、その動きの変化で魚に効いてあげる、ちょうど去年かな、山崎さんの船で乗った時なんかはずっと IGK ずっとこのテールありでずっとやってて、あなんか当たったとかやってて、途中でテールを切ったやつをシュッと投げてチョンチョンってやってパコって食ったのね。結局ずっとみんな IG をやってて、魚はその IG に対してシビアになってて、その横で弱いジャークね、ヌメジャークね、トゥルントゥン、トゥントゥン、トゥンってやったりしたら食ってくれた。うん、偶然かもしれないんだけど、あの時の当たりの出方が明らかにさっきからおる魚が変わったように感じたんで、まあ、そういうことがあるんで、説明が僕あんまり好きじゃないというか、こうやったらいいですよとか、この時はこうですよって言えないのは、うん、やってみて結果蓋を開けたらそれは今日は効いてたねっていう。だからテールの切り方をきれいに切りましょう。これ手で切ったらあかんよ。これちょうどここに、ここね、ここにスリットが入ってますよ、よく見ると、うん、これね、でここにこれを入れてパチンと切ると、で反対側もパチンと切ると、その前にこのパチンと切ってもうたら、まあ、切ってしまうんだけど、この半分切れた状態、これね、半分切れた状態で使う、これまあまあいい感じなんですよ。これよく見てね、この形ってこのここがなければこれシャットテールなの、分かります？シャットテールなのね。だから今までこう弱く動いてたのが動き出す。でその時動き出す時は、切られた方じゃない方、下を切ってたら上が中心になってこう動くようになります。うん、だから動きがここで変わるんで、まあ切り離す前に一回ちょっとやってもらったらいいかなと。まあ、ほんのちょっとの違いなんでどっち切ってもいいんだけど、切ってない状態と切った状態では動きが変わります。で両方切る、スリットに合わせて、そうすると外れます。でただこれでフィンテールになったんだけど、これよーく見てもらったらこれも若干水かむように上から見たら作ってあります。だから上から見てまだちょっとこうなってんのね、尻尾が。それは先っちょの方で水を噛んで、最終的にどの状態でも動きが出るように、ここがまあこだわったところです。あと水晶のフックとかが絶対必要になってくるのね、ここで。で本当はね、いろいろやってみたらね、僕らの水晶っていうのは一部なんですよ。例えば赤松と僕で全然水晶のフックが変わったり、一番手は違ったりします。はい、懐がどういったかな、ないと合わせしろができないんで、うん、で太軸にするとワームをホールドする力が高まるので、ワームがずれないのね。ずれないってことはフッキングしにくくなる。で当然あの大きな線形のものなんで、思いっきりフッキングしないといけない、糸が太くなるって言ってタックルが全部変わっていきます。なのでワームに合わせた水晶フックと、ロッドに合わせてフックがあって、そのフックに合わせてワームを使うという方法と両方あるんでね、一言では本当は言えない。なので例えば一斉でのね、あのホームページで水晶フック何番から何番まで、あれはある程度です。だからそれのプラスアルファ、1番手は試してみるのは悪くないかなと。で、あやっぱこれ不具合あるなと思ったらやめればいい、うん、簡単に言うと水晶フックがあります。水晶フックよりも小さな針を使うとどうなるか、浮力が残るんですよ。ってことはよく浮いてる。ライアミノどちらかというと水面で使う方が騙しやすいんで、そういったあたりを、まあ、考えて使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、で今もっと小さいの作ろうかなと思ってます。うん、もっと大きいのも作ろうかなと思ったんだけど、リグルドの方がいいかなって感じだね。うん、マサウオ、ライアミノマサウオ的な、いらんか、いらんか、いるか、まあどっちでもいいんだけど、まあそんな感じですね。はい、終わり。
あ、4インチ5インチね。まああの赤松がロケ行ってると思うんで、まあそれは赤松さんのロケを見てもらったら、あるよね確か。もう編集終わってる？まだ。ただそれを見てもらった方がいいと思います。おっしゃおっしゃおっしゃ言ってると思います。いつもみたいに。おっしゃおっしゃ言って言ってると思います。はい。まあでもこれノーシンカーでね、ベイトで飛ぶからね。おし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 、ロックオンしてる。おっしゃ。見て見て。おっしゃおっしゃおっしゃ、すごいな。オリジナルはもともと3インチ、それに加えてワンサイズアップの4インチ、それからさらに大きな5インチを作りました。ベイトサイズが若干3インチよりも大きな時なんかに合わせていく、アジャストしていくための4インチ。まあ、このルアーって小魚を意識したバス、それに特別効くルアーなんですよね。見た目で食うとか振動で食う、波動で食うとか言うけど、完全に悩みのこの見た目で食わせるルアーですね。じっとしたら見に来るんですよね。その動かして誘うとか巻いて誘う、そんなんも悩みのありだけど、置いとくだけでも食うから。見に来た見に来た見に来た。おっしゃおっしゃ、魚のルアーおもろいですよ。よっしゃよっしゃ、よっしゃめっちゃいいバイトやった。なかなか糸見るしルアー見るし難しいけど、小魚シレットですよ。これがね、小魚ワームの釣りなんですよ。おっしゃ、ビジュアルで食わせる。大体小魚意識してるクリアオタのバスってめちゃくちゃ人間の姿を見てくるんで、この遠距離から攻めれるっていうのもこのビッグサイズのいいとこなんですよね。おっしゃ、すごいな。おお、めっちゃ行くわ。止まらない。よっしゃ。よっしゃ、めっちゃでかい。よっしゃうん、余裕の50アップ。ライアミの4インチ、ライアミの5インチです。ベイトタックルできるんですよね。と糸でできる、なのでヘビーカバーだとか糸が擦られてしまうようなすごく危険なところ、バスを取りにくいところ、そういうところで使える5インチ。もうね、魚好きのところはシルエットだけで食いますからね。お、反応した。おいった。おっしゃおっしゃ、ああでかいでかいでかい。よっしゃよっしゃ、まあ、ベイトタックル、強いタックルで使える5インチ。でも見た目のリアルさで食わせれるんですよね。これがこの釣りです。ほら、こういうところも攻めたいからオフセット仕様で使いたいんですよね。太い糸かつオフセットで魚のワームやりたかった。よっしゃよっしゃ、ジャークしたらすっ飛んできた今カバーから。
よっしゃ、イエス、よっしゃ、あ、飛んだ今、あ、ちょっと外れたんや、危なよし、まあ僕しか見えへんだやろうけど、今ね、ライアミノの5インチをカバーに入れてジャッてワンジャークしたら、カバーの奥からすっ飛んできて、横から思いっきり丸飲みっすよ。ライアミノ5インチのノーシンカーでテールカット、フィンテール状態にしました。ジャークするためですね。まあね、リアル系のアームのジャークってもう完全にバス騙されるんで、それはおもろいんですよね。まあ、ありえないぐらいのスピードで突っ込んできて、そのまま丸飲みして走っていった。おっしゃおっしゃ、ライアミノ5インチ思いっきり丸飲んで走りましたね。